こんにちは、皆さん。フィリピンからのクリスのチャンネルへようこそ。ご覧いただきありがとうございます。For today's reaction video, I am watching the unexpected event that was waiting for Masako-sama during her visit to the UK. The video is from this channel. では早速、始めましょう。ようこそ、すごいぞジャパンへ。6月29日、天皇陛下と雅子さまは8日間にわたるイギリス訪問を終えて帰国されました。この訪問はエリザベス女王の招待から4年越しのもので、日本とイギリス両国の国民にとっても長い間待ち望まれた瞬間でした。雅子さまは予定されたすべての公式行事を出席し、防衛の責務を完遂されました。それでも公式行事が連続する25日を迎える前にはかなりの緊張感があったと報じられています。今回の訪問には昨年のインドネシア訪問とは違い、主治医の大野博医師が同行しました。さらに到着直後の23日と24日は療養日に充てられ、準備を整えられました。このような配慮は最も重要な行事に万全の体制で臨むための雅子さまの決意と意図を感じさせるものでした。特に25日は日英両国が注目する一連の公式行事が組まれていました。歓迎式典、馬車パレード、無名戦士の墓への供花、そして晩餐会と朝から晩まで続く行事は雅子さまにとって最も長い一日といえるものでした。訪問当日、緊張のためか歓迎行事の会場に到着された際には雅子さまの表情には少し硬さが見られました。しかし時が経つにつれてその緊張も和らぎ、晩餐会の頃にはリラックスされたご様子でした。実はこの日、公式の晩餐会のみならず、より親密な雰囲気の中での午餐会も開かれていました。午餐会は晩餐会とは異なり、マスコミも入らないプライベートな食事会といった趣で行われました。雅子さまはチャールズ国王とともにラウンドテーブルに着席され、リラックスした雰囲気で英国の王族たちと活発な会話を楽しまれました。取材もなく、ゆったりとした時間の中での交流が進むにつれて、雅子さまも次第に打ち解けていかれたようです。この午餐会は26年前に上皇ご夫妻が国賓として英国を訪れた際には実施されていません。今回の午餐会は雅子さまがよりリラックスできるよう、英国王室が特別に準備した温かいおもてなしの一環で、それだけチャールズ国王をはじめとする英王室が天皇皇后両陛下を大切に思われていることの証とも言えます。両陛下とチャールズ国王、カミラ王妃との別れの場面で、カミラ王妃が心を込めてチャールズ国王の背中をポンポンと叩いている姿がありました。国王がとても寂しそうな様子で何度も手を振っていたことからも、両陛下との別れが名残惜しいものであったことがうかがえる一幕でした。この温かな場面は約2分半もの間続き、王室の関係者によれば、この長い別れのシーンはチャールズ国王と天皇陛下との間に築かれた深い信頼と友情の証であると言われています。車中の天皇皇后両陛下も国王に手を振り返し続けており、その姿が多くの英国民の胸を打ったようです。またこの場面は英国王室の公式 SNS でも取り上げられ、大きな反響を呼びました。天皇皇后両陛下の車が出発した後、チャールズ国王が少し寂しげな表情を浮かべていたこと、国王を慰めるかのようにカミラ王妃が優しく背中を叩くシーンも話題となり、エピソードとして英国の人たちから多くのコメントが寄せられました。この一連の出来事は王室のメンバー間だけでなく、多くの人々の心にも温かな感動を与え、改めて2国間の友好関係の深さを感じさせるものでした。訪英の最終日、雅子さまがオックスフォード大学を訪問された際、予期せぬ出来事が発生しました。
その日はオックスフォード大学の名誉総長クリストファー・パッテン氏から名誉法学博士号を授与される儀式が予定されていました。しかしロンドンからオックスフォードへの道中、高速道路で交通事故が発生し大渋滞が起こっていたのです。通常ではスムーズに移動できるはずが、渋滞により予定より約40分遅れてオックスフォード大学のベリオル校に到着することになりました。大学に到着されるとクリストファー・パッテン名誉総長やその他の関係者が出迎え、雅子さまの恩師とも感動の再会を果たされました。特に雅子さまの研究を指導した教授との対面は34年の時を経ての再会で、雅子さまの心に深い感慨を呼び起こしたことでしょう。名誉法学博士号の授与式が無事に行われた後、雅子さまはかつての学生生活を思い出され、長年の心のしこりが解けるような安堵感を感じられたことでしょう。その後、天皇皇后両陛下は大学敷地内の次の目的地へと移動される際、お車に乗られる両陛下を一目見ようと集まったたくさんの人たちからの歓迎を受けました。一段高くなった場所から集まっていた群衆に手を振りながら、天皇陛下が何やら雅子さまに声をかけられました。雅子さまはその陛下の言葉に反応し、その手を見つめるととても驚いた表情を浮かべ、その方向へ向かって笑顔で力強く手を振り返されていました。普段公式な場面では見られることのない雅子さまのご表情はSNS 上でも話題になっており、雅子皇后陛下がどなたかお知り合いの方を見つけられてあっという表情をなさったのですが、留学時代の語学友だったのでしょうかという質問に対して、英国の在住の方で現地でその様子を見ておられた方は次の通りツイートされています。きっとそうだと思います。授与式のセレモニーの間、ここでずっと待っていたのですが、いろいろな方に出会いました。お一人は皇后陛下のハーバード大学時代の語学友の方らしく、偶然に週末仕事でオックスフォードにいらしていて、天皇皇后両陛下がここにいらっしゃると聞いてやってきたとお聞きしましたとリツイートされており、皇后雅子さまが留学中に親交のあった旧友の方々が雅子さまを一目見ようとオックスフォード大学に集まっておられたようです。今回の英国訪問は天皇皇后両陛下にとってまるでタイムスリップして過去の特別な時代に戻ったかのような体験だったに違いありません。さらにこの訪問は両国間の絆をより一層強める素晴らしい契機となり、そして将来にわたるさらなる友好関係の発展の礎となることでしょう。Thank you so much for the video. It was nice to see this kind of, you know, friendly visits by leaders of the country. Every leader should be like them, showing a great relationship between countries. It's a nice sight. It's a nice feeling of seeing these great leaders of countries welcoming each other, supporting each other. Long live their majesties, the Emperor and Empress of Japan.Well, anyway, thank you so much to the uploader of the video. I'm a subscriber. And to all my viewers, 一緒に見てくれてありがとう。皆さん、気をつけて。またね。